で始まりました。ハンドシアターの小森です。田辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回僕が話させていただきます。タイトル。お盆。僕も結構やっぱ不思議な体験が僕結構起きるんですよね。多いですよね。多いんですよ。やっぱ結構霊感が持ってるってわけじゃないんですけどね。あなた多いよ。多いんですよね。うん、結構多いんですよ。で、僕もこれもね、実際に僕が起こった話で。経験した話。そうなんですよ。お盆に起こったお話で。お盆って庭でナスとキュウリの馬を作って、で庭の玄関で火焚いてご先祖様を迎えるみたいなのを僕ちっちゃい時に家で今でもやってるんですけど、風習でやってるんですよ。で迎え火でここに家がありますよつって焚いて迎えてもらって、で送り火っていうのはここから煙とともに送り出してあげるよっていうお盆の時期にやるんですよ。その時に、火を焚いて、ナスとキュウリ焼くんですけど、で、それで3回またいで、何か病気から身を守るみたいな、の風習があるんですよ、思って。で、その時に、ナスを、僕食べちゃったんですよ。やっぱ、いや、ちっちゃくて、やっぱそうじゃないですか。そうじゃないですか。なんか、わかんない、そう、焼いてるナスを食べたんですよ。美味しそうだと思っちゃった。美味しそうだと思って食べちゃったんですよ。もうほんと数日経って、僕急にお腹が痛くなって、でそっからまた数日ずっと我慢してたんですけど、どん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 痛くなってきて、で僕ほんと初めてそこで救急車呼んでもらって、もう人生で初めてですよ、お腹痛くて動けなくて。でたら急性腹膜炎と尿管結石同時にやってますよって、同時に腹膜、そう、盲腸が破裂したのが腹膜炎で、確か、そう、盲腸で痛いじゃないですか、痛いで破裂してっていうのと尿管結石、尿管結石も痛いじゃないですか、それ同時に来てね、僕で、これも手術が必要だってなって、腹膜炎は菌が散らばってるから爆発しちゃって、でとりあえず薬で一つにまとめてそこから取りましょうって、っていうので1ヶ月半ぐらい僕入院して、おお、なかなかだね。そうで、罰が当たったんじゃないかなと思って、いやいや、なるほどな、そう、病気から身を守んなきゃいけない、僕食っちゃって、僕ずっと願ってたんですよ、ごめんなさいごめんなさいって、ご先祖さんもおじいちゃんおばあちゃんごめんなさいごめんなさい、許して許してってずっと願ってて、手術の1週間前に全部なくなってて、なくなってた、その集めてた菌が全部なくなってて、僕その後退院できたんですよ。え、ちょっと知識がないから分かんないけどさ、それってなくなるもんなくならないもんですよ。なくならないもんですよ、ですよ、普通に。医者もびっくりしたの、医者もびっくりしてました。どこにいたか分かんない、あれ、ああ、なるほど。でもすぐもう退院させられて、っていう不思議なことが起こったんですよ。本当にバチ当たるんだ、本当にバチ当たりました、で本当に謝ったんですよ、僕本当に不思議なことが起こったんですよ。不思議な話だね。そう。僕これ一番不思議じゃないですか。僕が経験した。確かに確かに確かに。はい。はい。僕が起こった不思議な話でした。ありがとうございました。皆さん、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。